このコーナーでは、企業の歴史や SDGs、持続可能な開発目標に対する取り組みをご紹介します。前回に引き続きまして、三井化学株式会社 ESG 推進室、松永優里さんにお話を伺います。今週もよろしくお願いします。お願いいたします。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 前回は三井化学さんの研究者などの社員が自発的に参加する部活のような活動モル素材の魅力ラボやその作品素材としてのプラスチックの可能性についてお話を伺いました今回はプラスチックをアップサイクルさせた作品についてお話を聞かせていただこうと思いますプラスチックのアップサイクルこれは本来であれば捨てられるはずのプラスチックに 新たな付加価値を持たせることで、新しい別の製品として生まれ変わらせることですよね。海洋ゴミ問題で廃棄プラスチックが注目されたことで、廃棄プラスチックどころか、プラスチックをすべてなくそうという動きも生まれているように思いますが、どのように感じていらっしゃるのか、お伺いしてもいいですか？はい、えー。もちろん海洋ゴミ問題というのは、三井化学グループだけではなくて。 科学業界全体ととしてて真摯に取り組むべき重要な社会課題と捉えています、はい、ただ世界で初めての人工合成のプラスチックであるベイクライトが発明されたのは1907年のことなんですね。でそれ以来プラスチックと人類の付き合いっていうのはわずか114年ということになります。他の木材だったり金属ガラスや紙といった素材と比べてまだまだ歴史の浅い素材でもあるんですね。 プラスチック製品が役目を終えたときにどのように扱ったらいいのかみんなで考えていかなければいけないそれが現在の状況なのかなと考えています素材を扱う会社だからこその視点ですねすごく納得しましたし、うん、発見がありましたそこで私たちは「モル素材の魅力ラボ」という活動を通して廃棄物でも見立てを変えることで新しくてロングライフ な製品を生み出すことができるという実証実験を進めています今回はまずフレコンというものから作ったトートバッグをご紹介させていただきたいと思います、はい、あ、こちらですねこれずいぶん大きなトートバッグなんですけども可愛、ねね、い,いし軽いんですね、うん、びっくりしました バッグの本体の部分がグレーやホワイトでバッグの縁や持ち手の部分が黄色やグリーンでカラフルに彩られていますそしてバッグの本体部分にリプレイや重量といった文字他にもナンバリングされた数字がデザインされていますすごくユニークなトートバッグですねはい、このトートバッグは粒状のですね、プラスチック原料を保管あるいは輸送するために使用されている フレキシブルコンテナ通称フレコンと呼ばれる大型運送用の袋こちらをアップサイクルした作品になりますなるほど三井化学さんが本業で使用している運送用の袋を素材として捉え直したということですね面白いですねフレコンはプラスチックの粒をおよそ1000キロ1トンですね入れてお客様にお届けしましてお客様が原料を使い終えたら我々で回収して 洗浄修理して何度もリターナブルに大切に使っている袋になります15年大切に繰り返し使用し続けた後に廃棄されてきましたけれどもそもそも素材としては非常に丈夫で15年使っても残存強度が80%から90%近く残っているということになります丈夫なんですねうそうですね,ね<ー>丈夫さに加えて軽くて柔らかさもあるので 世界的に有名なサンダルのブランドさんで、えー、採用されているような素材なんですねで。そうした丈夫な素材はアップサイクルに非常に向いていますので運送用の袋としての役割を終える15年後にデザイン性の高い製品として生まれ変わらせるようにプロジェクトデザインの第一人者である M テドのマナブさんと共にフレコンそのものでデザインしました。運送用の袋の袋数字や記号が 15年後にトートバッグとして使うことを想定してあらかじめデザインされているわけですが、驚きですね。ですね。まあただでさえ長持ちする素材がさらに長く使われるように設計されているってわけですね。うん、はい。これ素敵だありがとうございます。あの素材を長く使うこと、こちらが一番環境に負荷がかからないと思ってます。 バッグとして15年使用すると仮定した時間軸も考慮して環境負荷を計算してみたところこのアップサイクルしたトートバッグの環境負荷はレジ袋の50分の1、エコバッグの9分の1という結果になりました同じ製品を長く使う方が環境への負荷が少ないアップサイクルやリサイクルもその間隔が長ければ長いほどいいですよねはい。さらにフレコンのこのトートバッグには 持ち主に長く使ってもらえるような仕掛けもつけていますバッグにはブロックチェーンというあの最新の仕組みを導入していましてスマホで読み込むとその製品がいつ生産されて何を運んできたものなのか自分の前には誰が使っていたのかあるいは誰からプレゼントしてもらったのかといったバッグのバックストーリーも見ることができます<ー>製品そのものにストーリーがあれば世界でたった一つのトートバッグになる そうすることで長く使い続けることが楽しくなりますね。そして製品が人から人へ渡っていくことで新しい価値が生まれる。製品としてだけでなく二重の意味でアップサイクルになる素晴らしい作品だと思います。そうですね。松永さん、他にはどんなアップサイクル作品があるんでしょうか。はい。こちらはですね、レジ袋をアップサイクルした。 パスケースになりますうわ素敵だ<ー>レジ袋からできているパスケースですかすごく鮮やかで芸術的な雰囲気ありますねはい大阪の就労継続支援事業所のオーロラというところと共同で地域で集めたレジ袋などを集めて制作しましたレジ袋の原料である高密度ポリエチレンは高い強度をもってレジ袋の製造時の成形方法からも 特にです、ね、横方向に高い強度を持つためにフィルム状の素材を縦と横にです、ね、アイロンを使ってこう多層に成形したシートを作ってこのパスケースを作っています。でこの方法はですねある意味防弾チョッキを作るときに強度を出す方法と似たようなやり方なんですこ、ね、これレジ袋のそのそ先ということですよね。 レジ袋ってすごいもんですよね最近あの買わないといけなくなりまして、ね、今はもう大切に大切に一枚一枚使ってますけれども <laughs> <ー>そもそもレジ袋ってすごいもんなんですよねそうですねレジ袋自体は日本で発明されたものでもありますなので、えー、そのレジ袋というのはですねやっぱり日本でまたアップサイクルで新しい、えー、生き方 を生み出すことができたならばそれはとても面白いことかなと思いますなるほど一つ一つがつながってます三井化学グループモール素材の魅力ラボの皆さんの作品はどれもクリエイティブでプラスチック製品や素材そのものの新しい見方や考え方を提供してくれましたこれから社会課題への解決につながるどんな作品を発表してくれるのか心から楽しみにしています みんなの SDGs、今回は s d g s 十七の目標のうち、十一番、住み続けられるまちづくりを、十二番、作る責任、使う責任に当てはまる、三井化学グループ、モル、素材の魅力ラボの活動をご紹介しました。三井化学株式会社 ESG 推進室、松永優里さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。